京馬優太は、地方競馬の高知競馬場、田中常時旧社に所属する騎手。勝負服の柄は、道次郎、黒ダイヤモンド、袖黒。血液型 A 型、地方競馬教養センター騎手家庭第84期生。神奈川県川崎市出身で、2016年7月25日に、神奈川県騎士会所属へ変更したが、さらに2017年7月に、 高知競馬場へ移籍した。2006年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得し、木沢博光旧社からデビュー。同年10月30日第10回川崎競馬1日目、第1競争2歳7組条件戦3番人気、火災クイーンで、初起乗。翌2007年1月29日第13回。 川崎競馬1日目台に競争し35組6組条件戦を1番人気大拓マイラーで優勝し29戦目で初勝利2007年9月1日付で木澤博光旧社から鳥海春野球社に所属変更2008年4月1日から9月30日までの予定で高知競馬場で期間限定起乗を行ったが 期間を延長し2009年3月31日まで帰場した。高知競馬での所属は、西賀正光旧社。2008年7月6日には、高知競馬第5競争に、チームのブリンチ協産号、京馬優太特別、第6競争に、川崎競馬クラブ協産頑張れ豪館優太特別が、実施された。2009年1月12日、 第23回全日本新人王総派選出場。同年8月17日付で、鳥海春野球者から稲垣基準直球者に所属変更。2010年10月1日から2011年9月30日までの予定で、高知競馬場で期間限定騎場を行う。高知競馬での所属は、田中守球社。2011年5月9日。 第5回高知競馬9日目第10競争第2回福永洋一記念をイーグルビスティで優勝し、重賞初制覇。2012年5月31日付で稲垣淳著長教師引退に伴い鈴木義久9社に所属変更。同年12月16日第5回中山競馬6日目、第9競争千葉テレビ杯で時のドラゴンに起場し、中央競馬初起場。 2013年4月17日第1回、川崎競馬3日目第3競争 C37 組8組条件戦を、ドリームカクテルで優勝し、地方競馬通算100勝を達成。2016年7月25日付で、鈴木義久9社から、神奈川県騎士会所属に変更。同年8月6日から2017年7月23日までの予定で、高知競馬場。 田中常時旧社に所属して、期間限定騎乗を行う。期間限定騎乗中の2016年12月1日付で、高知競馬での所属が田中常時旧社から田中守旧社に変更されたが、2017年7月24日付で、正式に高知競馬場へ移籍することが発表された。 地方通算成績は2311戦157勝2着185回3着212回、勝率6.8%、連帯率14.8%、中央競馬成績は1000位でしありがとうございます。